こんにちは、バンクなかまです。あの、今日はね、あのー、僕が、えー、トレーニング中に、まあ、トレーニングをする際にね、意識している3つのことをね、あのー、話していこうと思うんですけど、まあ、あの、トレーニングってね、あのーまあ、特に初心者なんかだとやっぱり何をしたらいいのかとかね、どういうことに注意すべきなんか、どんくらいやったらいいのかってね、あのー、やっぱり悩むとこだと思うんですけど、まあ、あの、そんな人のね、ま、あ、指南というかね、 そんな風になれるようにね。まあ、一つ僕が意識してることを話していこうと思うんですけど。まあ、まず一つはね、あのー、まあ当然ながらこれ追い込むっていうことですね。<coughs> あのー、まあいろいろ理論なりね、ありますけど、まあやっぱり、とにかく追い込んで、筋肉を酷使すれば、まあでかくならないはずはないんですね。うん。 まあ、これはね、あの、追い込むつっても、闇雲にこう、何でもかんでもやりまくって、もう、関節もボロボロになって、心臓もね、バクバクって、っていうわけではなくて、まあ、あの、1セット1レップにこう、全身全霊をかけるという、そういう追い込みですね。うん。で、まあ、僕の場合結構、チーティングなり、使うんですけど、まあ、っていうのも、これでちょっと、 あの、ちょっと難しいかもわかんないんですけど、ちょっと難しい話になっちゃうかもわかんないんですけど、僕のトレーニングってあのフリーウェイトが主体なんですね。っていうのも理由があって、あのマシーンだとね、追い込みづらいっていうのがあるんですよ。筋肉をこう、なんていうんですかね、本当の意味でオールアウトさせづらいっていうのがあってですね。あの、マシーンってね、基本的に、ま、ああの、どの部位でも同じ重量しか乗ってこないんですよ。 あの、新展位だろうが、収縮位だろうが、まあ、ネガティブだろうがね。基本的にずっと同じ重さがかかり続けるんで、で、軌道も固定されてるっていうのがあって、あの、的確に効かせるっていう意味ではいいんですけど、なかなか一人でトレーニングやってるとね、あの、追い込みづらいっていうのがあるんですね。これなんでかっていうと、あの、筋肉って、あの、まあ、状況によって発揮できる力が違うんですよ。あの、 要するにね、その、えー、まあ、ストレッチでかかる種目であったり、あの、こう、ネガティブで引っ張られるのを耐える時の力が、あの、筋肉っていうのは強いんですね。逆にこの収縮位が一番弱いんで、あのー、だからね、えー、マシン、マシンのトレーニングの重量設定って、あの、絶対収縮位に合わせなきゃいけないんですよ。 まあ、あの、わかると思うんですけど、あの、ストレッチとか、ネガティブの重さに合わせてしまうと、もうパーシャルしか動かせないんですよ。まあ、あの、最後の追い込みでね、パーシャルで動かすっていうのは、全然僕はやるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、最初のね、何レップかはやっぱり、フルレンジで動かさないと。あの、あんまり、こう、筋肥大っていうのは、ね、見込めないっていうのがあるんで、やっぱりマシンのトレーニングだと、収縮位で発揮できる、 最大限の力っていうところの重量設定になっていくわけなんですね。まあ、それに対して、そのフリーウェイトっていうのは、そのネガティブであったり、まあ、ストレッチの位置での、えー、なんていうんですかね、に発揮できる最大限の力に、こう、重量設定を合わせることができるんですね。まあ、それ、あの、どういうことかっていうと、あの、例えばバーベルカールとかね、この、こうね、 ここ肘があってね。あの、こう上げれば上げるほどね、この、えー、なんていうんですか、あのフリーウェイトなんで当然、あの、重さっていうのは延直方向にしか働かないんですよ。そうするとこの骨の上にね、あの、重力、えー、ウェイトの重さが乗るからね。あの、上げれば上げるほど軽くなっていくわけなんですね。だから逆にこれを利用して、あの、こう、ネガティブでグーって耐えるとことか、 ここの切り返しの、ここの部分に一番負荷が乗るわけだから、あのー、そういう意味で、こうなんていうんですかね、例えばもう上がらなくなってきましたってなったら、こういう風に体揺さぶったりとか、もう手この原理でね、なんか無理やりでもいいから上げちゃって、あとはこうぐーって筋肉で耐えていくっていう、そういう追い込みができるんですよ。だから、一番人間の筋肉がこう、発揮できる、 力が強いポジションをオールアウトさせてやることができるわけなんですね。まあ、ってなると当然あの収縮の刺激が足りないわけなんですよ。っていうことで、あのー、まあ、後半に、えー、まあそのね、マシンなりケーブルなりっていう、そういう、まあ、収縮位に合わせて、 えー、重量設定をしやすい。まあ、収縮をさせやすい。まあ、軌道が固定されている分でしゅ、えー、収縮をさせやすい種目を、まあえー、持ってくるというのが、まあ、僕のトレーニングの流れになります。まあ、あのー、基本的に、まあ、これ大体の人が、まあ、こういうやり方だと思うんですよ。まあ、あのー、っていうことを、まあ、分かってやってる人もいると思うし、あの、本能的にこれを選択してるっていう人も多いと思うんですよ。まあ、僕の、 えー、初期の頃もそうでしたね。とにかく重いの振り回して、あとはマシンなりケーブルなりで貼らせればいいんだ。軽いので張貼らせればいいんだっていう、まあ考えでやってたんでね。まあそこをこう一つ、えー、まあ論理的にね、こう、洗い流してみると、まあ洗い出してみるとね、まあこういう背景がありますよっていうことになるんじゃないかなと思います。ご、ま、ん、あ、さ、ね、ちょっと話長くなっちゃいましたね。で、次はやっぱり種目の選択なんですね。 二つ目ね。これ、種目の選択で。まあ、これはね、一個目の話とかなり重複するとこが多いと思うんですけど、まあ、例えば、あの、まあ、POF4 なんか有名ですけど、例えば、あの、ミドルレンジですね。あの、バーベルカールで言うと、あの、バーベルカールだと、例えば、ここで一番負荷が乗るわけですよ。ここっていうのは収縮も進展もしてない、まあ、ミドルレンジ。ここが一番ね、ええー、 力が強いポジションになるわけなんですね。だから、ここをまず最初にやって、次に力が強いストレッチの種目。まあ、例えばインクラインカールなんか、こう、こうやってストレッチかけて、こうやってやるわけですけど。まあ、これを2種目目にやって、最後に、まあ、収縮の種目。なんか、あの、マシンのカールなりでこうやって収縮させるっていう、えー、まあ、そういう POF っていう <laughs> 追い込み方があるんですけど、まあ、これ要はその、 ええー、同じ筋肉でも、あのー、なんていうんですか、あのー、まあ、ストレスがかかる位置が違うっていうことを、があるんで、それをま、あ種目を変えて、結果的に最後、まあ、全レンジで、うん、筋肉をオーラウトできてるっていうことなんですけど、まあ、僕も結構それを意識してて、うん。 あの、まあ、例えば僕の場合、ミドルレンジよりも、あの、ストレッチ種目を一番最初にやることが多いんですけど、まあ、そういうのをやると、やっぱり、こう、ね、あの、すごい,良いんですよ。筋肉も伸ばされるから、感覚も良くなってね、収縮種目なんかもやっても、あの、こう、筋肉に刺激が入ってるなっていう感覚があるんですよ。うん。まあ あの、逆に収縮種目からやって、あの、ミドルレンジなりね、やるっていう人多いと思うんですけど、僕の場合、結構ね、あの、パンプしづらい体質なんでね、最初に収縮、収縮種目やってもね、あんまりいまいちなんですよね、その感覚として。うーん、っていうことですよね。だからこう、やたらめったら収縮種目ばっかりやるような、まあ、特に初心者なんか多いんですけど、それ意味ないじゃんってなるんですよね。っていうことが言えるんですよ。あの、 収縮種目一種目に絞って、じゃあ次ストレッチなりねあのー、ね、そういうのいろいろ入れていったらいいわけですし、あの、大胸筋なんかもチューブ、上部、下部ってあるわけですから、あのー、全部チューブしかやらないような人とかもいるわけで、あのー、それをね、だからいらん種目を省いてその代わり上部に当てるとかね、あのー、ま、あそういう、うまいことね、あのー、筋肉を、 まあ、あらゆる角度、ええー、あらゆる刺激っていう面から、こう、オールアウトさせてやる、まあ、必要があるのかなっていう、うことで、ええー、まあ、それを補うための、あのー、ね、種目の組み合わせっていうのを、まあ、いろいろ自分で試しながらね、あのー、うん、考えていったらいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、っていうことですね。 で、三つ目がね、これはもう完全な感覚の世界なんですけど、筋肉に引っ掛けるっていうことなんですね。やっぱりいくらね、トレーニングやり込んでも筋肉に負荷が乗ってなかったら意味がないわけですからね。あの、とにかくこう、もう、スタートポジションで筋肉に引っ掛けちゃって、そのまま動かせば効くっていう、もうそういうフォームなりね、意識なり、神経伝達のね、あの、ね、トレーニングを していくっていうのも必要になるんですよ。例えば僕なんか本当に胸が弱いんで、ベンチプレスなんかね、150キロぐらい、あの、一発上がるんですけど、メインセットなんか120キロでやってますよ。うん。このね、マックスとメインセットの帰りが30キロもあるのもね、やっぱり、筋肉に引っ掛けられる重さっていうのが120キロなんですね。で、あのー、もう全身の力使ってあげられるっていうのが150キロなんですよ。うん。 ただこの150キロを上げるためには僕は胸の力を使えないんですよ。あの、肩と三頭で押しちゃうっていうんですね。<laughs> あの、得意な部位だったらね、得意な部位でマックス押せるんですけど、あの、やっぱり苦手な部位だと、あの、他の部位で補った方がいいんだなっていう。あの、もうそういう風に、もう自分の中のね、頭の中の運動神経がそういう風になってるんですね。僕の場合やっぱり、 胸を使うよりかは肩や三頭を使って押した方が、あのー、ね、その骨格なりね <coughs>、っていうところから見て効率がいい体の使い方なんだなっていう、もう僕があの脳でそういうふうに判断しちゃってるわけだから、これはね、なかなか覆せないもんがあるんですよ。だから、あのー、そういうところもね、踏まえつつ、まあ自分の感覚を研ぎ澄まして、 どういうグリップでやって、どういう手幅でやって、ね、どういう引き方、押し方、ね、上げ方すれば、こう、筋肉にずっと負荷が乗り続けたまま、えー、トレーニングをやることができるのかっていうところを、まあ、えー、まず一つね、これなかなか一発で見つけるのは難しいと思うんで、もうとにかくね、あの、諦めずに、筋肉が大きくならなくても、力が強くならなくても、諦めずにね、ジムに行ってね、 あの、トレーニングやってほしいと。もうそういうことですよ。え、以上、えー、こんな感じになります。ちょっと参考にならなかったかもしれないんですけど、まあ、あの、トレーニングが進むにつれてね、この動画で言ってる意味もわかると思うんで、あの、今回わからなかったなって人も、またね、数ヶ月後とかにちょっと見直してくれたら、あ、あの時あいつが言ってたのはこんなことだったんだなとかね、あの、分かってくれることもあると思うんでね、 あの、ぜひね、あの、チャンネル登録ね、お願いします。